ドジャースの大谷翔平が現地時間8月12日、日本時間13日、敵地でのブルワーズ戦に1番、指名打者で先発出場。5回虫1塁の第3打席で3試合ぶりとなる36号ツーランを左翼席へ放った。飛距離129メートル、打球速度172.2キロ、角度36度の逆方向への一発となり、 本塁打争いで再びリーグ単独トップに立った。動画、40-40、40へ前進。大谷翔平が逆方向へ36号アーチを放つシーン。相手先発はフレディ・ペラルタで、試合前まで7勝6敗、防御率4.02の成績。大谷との過去の対戦は3打席で3死死球だった。初回の第1打席で大谷は中すぐに倒れた。 3回一死三塁の第2打席は2頃に終わり、打点を挙げることはできなかった。この日から、左手に死球を受けて骨折していたムーキー・ベッツが2番、右翼で先発復帰した。これで3番のフレディ・フリーマンとの、MVP トリオ、がついに復活した。そのベッツは3回の第2打席で左翼席へ6月6日以来となる先制ツーランを放っている。 大谷は前日の本拠地でのパイレーツ戦では、6回20打席ぶりの安打となる右翼戦への三塁打を放って出塁。しかし、得点圏では4打席凡退に終わり、打率は298となって、4月5日、同6日以来4ヶ月ぶりに3割を切ってしまった。また、試合前まで35本塁打はリーグトップ対、83打点はリーグ2位。 盗塁はリーグ3位の32個となっていた。8月は9試合で打率179と不審だが、ここからギアを上げていきたいところ。シーズン48本塁打43盗塁ペースで40から40和射程内となっており、その先の4号から4号の可能性もある。さらにトリプルスリー王への期待もかかる。